江戸の町に夜更けて殺し節が流れる時、今宵また一人悪が冥土に消えてゆく。ほっと庶民は忠義を開き、影の死角に手を合わす。名もなく夢なく誇りなく殺しのしじまに命を燃やす五千義無用の影同心。当時時を告げる鐘の音は江戸八百夜町に9か所、いずれもその維持費捻出のため鐘付き料を取っていた。大大名からは年5両、大棚からは間口1軒につき3文、他は年に4文であったという。七つでございます。9か所合わせて鐘付き男の数は約30人。元締めの名を千右衛門といった。時を告げる鐘はまた借金返済の刻限を告げる鐘でもあった。庶民の耳には時としてそれが鬼の足音とも聞こえた。いやいや、何度言ったらわかるんだ。持つまでには元利揃えて10両。ちゃんと払ってくれると約束したじゃねえか。あと一時ぐらいは待ってやったっていいんだぜ。鍵屋の親分はお情け深いお方だ。確かうちで借りたのは2両。だからやっとの思い出作ったんです。どうしてそれが10両に。なんだとこの甘、俺のところで氷取ってるってのか。てめえの借りたのは5両。この通り作造の名も隠語もあるんで、2の字を5の字にどう書き換えるんで。お父っつぁん、借りたのは本当に5両。お父っつぁん、2両だ。なんだとこのおいぼれ。お、この名前と隠語はおめえのじゃねえのかい。よく見やがれ。そりゃ確かに俺のものだ。だが借りたのは2両だ。この野郎、病気で頭がおかしくなりやがってな。おい、やめて、おに借りるときにはピコピコしやがって返せなくなると鬼呼ばわりか。まあおめえの体で消してもらうね。待ってください。おしんさんもこう言っておられます。明日の朝まで待ってあげてください。お願いします、お願いします。よし、大家の顔を立てて待ってやる。間違いねえだろうな。もし返せなきゃ本当に岡場所行きだぞ。分かったな。おじいちゃん、大丈夫だよ。まだ若いのに何も首なんかつることねえじゃねえか。バカ野郎、死にたくもならな。若い娘に金を返せなかったら岡場所行けって言いやがったんだ。鍵屋の野郎、ごめん。親父は長野患いか。はい、心の臓が悪くって。あ、ほら旦那、旦那のおいでになるような一件じゃありませんぜ。病気の親父が死んで借金をこに娘が首をくくったってわけで、ね、親父はどうでもいいけどよ、娘もったいねえやな。鍵屋から借りたのは本当に2両です。5両ではありません。証文は間違いです。誰かが書き直したんです。信じてください。あの世へ行ってこの恨みを晴らします。町内の皆様へ信。じゃあ喧嘩じゃなくてよ。ゆすりじゃねえか。小田さん、岡林やって大儲けしてる鍵屋のことなんですけどね、その借金苦に首つった娘がいましてね。ああいうのに金貸しさせておくのはどうなんですかね。儲けた金貸して何が悪い、何が違法だ。奴はお決まりの利息しか取っておらんぞ。いや、その娘の書き置きにね、2両しか借りてねえのに5両になってる。おかしいね。証文書き換えてんじゃないですかね。どこにそんな証拠がある。証拠が問題だな。たまにベラベラ喋ると思えば筋の立たねえことばかり言ってやがる。だからおめえは役立たずって言われるんだ。こいたかにわしの部屋に来るんだ。バカだね、寛平さんはおからにふられと。鍵屋からちゃんとつけた時は届いてんの知らねえんだからね、お父さん。おや、かんざしをしおりに使ったキザな野郎だね。かんざしっていうのはな、紙に刺すもんだよ。ほら、私はもらっとくから。こいつは鍵屋が六兵衛棚の八八と交わした証文だ。八八の親父が借りた金は15両。なのに20両になっておるという訴えがあったによって取り押さえたものだ。書類改ざんの跡があるか。名前も隠形も間違いのないことは八八自身が認めておる。鍵屋に関してはそのような件は他に一件もない。よいか、金を借りて返せなくなり自害したからといって金貸しをやめさせることなどもってのほかだ。以後口を慎め。よいな。おいしいかい、簡単だね。お父さん、川の魚が迷惑するよ。魚は太らせてから食うんだよ。お刺し食べてるか。あら、お前の好きなタケノコだよとね。あら、お前こっち来ちゃかすんじゃないよ。ちょっとお酒入れましょうねと。世話ばっかりやってないでお父さんも食べよ。お父さんお父さんって言うんだよ、じじくせ。じゃあおじさま。持って持っておじさま。おいしそう。熱いんなら自分でふけってんだ。いや、ごめん。なんだっててめえぞ、肉ばっかり食うんだよ。なんで俺は肉ばっかりなんて食ってねえよ。俺はちゃんとほら、しいたけだって食ってるね。なあ、さっちゃん。そうよね。しし食ったもん、報いってるの知らねえか。どうせ時期外れのしし肉だ、16文だろ、ケチケチすんねえ。こんなお前肉ばっか食った観音寺の分なくなっちゃうじゃねえか。お観音寺、そんな考え込まねえでよ、食えよ。そうか、お前食えよ。ほら、古いけどお前に食ったじゃん。これ私にくれるの？当たり前じゃねえか。いやね、これ私のよ。どこで落としたのかしら。2、3日見えないと思ったら。怒らねえね、おさっちゃん。さっき熱いな、もう俺ちょっと言っておくぞ。おかんのじ、鍵屋の一件だったらした方がいいぜ。鳥虫の言う通りよ。暇つぶしにならしねえ。鍵屋から銭借りてんな5万といんだ。いくらおかばしやってるからったって地回りにしちゃ銭があるつやしねえか。おまけによ、首くくったのは5人や10人じゃねえんだぞ。とひとひとふたふたふたみと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 よと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 ばあさんいるかいびっくりするじゃねえかよなんだおめえまあ土足でま脱げなんだかと思ってんだまったくしょうがねえなまあこんなとこでも脱がなきゃなんねえのか当たり前でねえかまた銭勘定してんのかいその銭は人間の血の匂いがするんじゃねえか何言ってやんで俺がいつそんなアコギな真似したかよばあさん一杯飲ませろな嫌なこって水じゃねえかおいいくら焦げつきが多いからったって何も水ぶっかけることねえだろこのぐらい不景気で酒も飲めねえんだよばあさん鍵屋の銭はどっから出てんだよ知らないよ同じ金貸し同士じゃねえか格が違うよバカ俺はよ役目で聞いてんじゃねえんだよな分かったらどうするつもりだよ尻尾ふんづかまえてよギヨって言わしてやるってんだ千円もんだよ千円もんお金付きの元締めみんな知らないけどあいつだありがとうよだけど尻尾なんて出せないよありゃ大物中の大物だからな何が大物なんだよたかが30人ぐらいの金付きの元締めじゃねえか勘平ちゃんあいつの手にかかりゃお前さんの始末なんてわけないんだからねなんであの浪人あれですごい使い手なんだってよ貴様老中様の行列を横切るとは来ても食ったの何事じゃ手をけ老中だって借りてるに違いない言ったろうものだって親分は僕の部屋でお待ちかねでいいだよ今入ってたのは金付き元締めの専門さんだよ知らねえな金付きが話してたっておかしくねえやなおい待ててめえいやいい女いるてめえで見やがれおじちゃんさよならと思うどうもご苦労だったね元締めこの証文を桜井様にお渡ししておきましょうかそれ全部五両増しにしといてくれ礼金だ取っておきなさい鍵屋今月の分はどうぞお改めよお前さんもだいぶ儲かったようだねおかげさまで私のところから金が出ていることはどんなことがあってもバレないように願いますよ元締めどうぞご安心を体悪いんすかいいえねどこにおかまで作りやったな昔よこの辺アヒルの遊び場所だな知ってますだからアヒルが死ってあんたなんでこんなとこ来たの？よしなよ。女の身の上話はみんな同じか。おっかさんの病気の借金さ、鍵屋の親分に。鍵屋の借金で死んじまったよ。川に飛び込んでさ。それで肩に取られたのか。旦那、いきなりひどいよ。俺は今から何と何。およ、あれほど客を取ってはいかんと言ってあるだろう。病気が進んだらどうするんだ。帰ってよ。ここは旦那なんかの来るところじゃない。旦那なんか私は虫がつかないんだから。ほらすまん、俺の気持ちを分かってくれ。およ、分かってます。分かっていたらなぜ。俺の心は真実だぞ。ここにこれだけある。これだけあれば当分客を取らずに済むだろう。ゆっくり養生してくれ。帰ってくれ。よっぽどホルトなさんね。わかりました。俺も男だ。おかみにはよく言っておく。体に気をつけろ。振られたね。健太、およって女のところにいる若い浪人、出てきたらつけてつけ回すんだ。いいな。えい。観音さんきれいにしとくんだよ。もうおめえどうしてもやるんかい。やりかけたんだから最後までやるよ。正門ってのはご老中にも金貸ししてんだろ。大物なんだろ。だからなんだよ。でも考えたもんだよな。減る金は一文二文って小せえけどな。江戸の人口は100万だ。そいつ回しゃあな、たまるのは当たり前だ。ためらいってもんじゃねえだろ。クソダメじゃあるめえし。わかりますよ。でもね、このお届けはいかないよ。いささか感ずるところあり当分出資いたしかね。これはいけない、いけませんよ。うん、風ってことにしとけ。何しろもうこう向きましただけでパーッと熱気が来るほどのひどい風でございまして、この通りお届けも私が代筆したような次第でございまして、何とぞお許しの次第を。構わん、手負いの命して目先のことしか見えん。全くそのつもりでこらうっされましたから。必死にも無理はありませんな。本物には違えねえな。岩本町で心中があったそうだな。鍵屋ですか。死人に口なし、いくら借りてたか知らんけどな。やっぱり匂います。何か匂いますか。いや、先ほど汲み取りが来ておったら、お前やったな。ご冗談を。お茶でございます。いや、お茶受けはありませんか。さらしな様、お口がおごっていらっしゃる。いや、これは奥様、口がおごっておられるのは柳田様の方。いや、手料理のお上手なことと申します。どうかなさいました。いや、虫が刺しています。それは難儀なことで、宅はうちでは料理などは全く、男子厨房にいるべからずなどと申しまして、どこでそのようなことを。いつでしたかな。そうそう、奉行所で。そうでございますか。お茶受けがなくて残念でございました。おや、これはなかなか良いかんざし。なんでも。いや、もらうぞ。はしたないわ。失礼しました。これでございますか。どういう風の吹き回しでございましょうかね。昨日たくんが少し派手でございましょう。いやいやいや、ご存知の通りの貧乏暮らし、嫁いでから30年、後悔ばかりの年月でございました。どうぞごゆっくり。はあ、ねえねえお父さん、それよりさ、この書類は。清のやつがいてな、筆跡をまねたんだ。それにそういない。でもその隠形は。牢じゃねえのかな。やっぱり牢だね。行こう。人形を一旦牢に移し取りやがったんだ。牢のカスがついて。旦那。ゴン。捨てがない蜜だぞ。元締め、うちのかかまた一人ひり出しやがったんで、今月は少し早めに。ならねえな。両替屋入れてそれからだ。11日まで待て。なんだって、お幸を岡場所へ。失礼します。それしか手はないんです。岡場所、私がいけねえいけねえいけねえ。大事なお幸、毎日のことあったのいけません。いけねえったってするしかしょうがないじゃないかよ。私行く。行く。お幸、お前どんな危ねえ目に遭うかもしれねえんだぞ。お前正気か。正気よ。私だってあの男許せないもの。そんな弱いお父さんなんて嫌い。お前の本当に20両でいいのかい。そりゃ大いに越したことはないんですけど、お父っつぁんもあんな風だし。お前さ、まさか悪い紐なんかついてんじゃないだろうね。紐ですか。お前たちね、俺のんな探してんだおい。逃げ込みやってこいよ。お前さんに苦しめられるくらいなら私はここで。これは誰だと思うんだ。知るわけねえだろ。そんな大将の名前ならよ。首から涙ぶら下げと。バカ野郎、バカで。旦那様、助けてください、お願いします。俺は女を助けよ。お前、金付き元締めの清門さんだね。江戸市中に時を告げてくださるお方は証人だ。めったなことじゃ済まねえぞ。金が欲しいなら鼻からそう言えばいいじゃねえか。いくら欲しいんだ。100両。100両？あれだけの女だ。おかばしょくなもったいねえ。長屋だっておるぜ。どうなんだ。あさってまで待ちな。よし。元締めさん、あさっての金付きは正確に頼ますよ。健太、おめえ仙右衛門が集めた金を両替してる伊勢屋に忍び込め。見つかったら首が飛ぶ。嫌だったら今とは言ってるから。何するんだよ。蔵の中の金に傷をつかるんだ。な。また小判に変えていただきとうございます。これで文句はねえだろ。旦那へ鍵な。鍵屋の旦那、なんて書いたんですかね。読めねえのか。こう書いてあるんだ。今後一切久子のお幸とは関わり合いませんとな。いい旦那、名前書いてとな。手にかけねえのか。裕次郎と申します。裕次郎、しょうがねえ。これでいいだろう。お前さんのしつこいのから逃げられる。ほっとしたよ。俺も金さえ入らいいんだよ。2両な、あれ今月の末に清算するから。バカ野郎、そんなことじゃねえよ。千右衛門とこの金付きは時々やってるらしいよ。なんだって。どこだよそりゃ。越中様の中堅部屋だよ。千右衛門の金に間違えねえってわけか。くそ、その反面じゃ金付きもろくな給金払っちゃいねえ。精霊はなおさねえ。集まる金付き料がかさんでくるのに目つけた老人にまで賄賂を送りやがって。その金のために今まで何人死んでるか。ばあさん、俺やるよ。しかしなお前、このままじゃ奉行所は納得しないよ。百両持ってったならず者は誰だと聞かれたらパーじゃねえか。第一偽腕の男だって証拠上がっちゃいねえが。そりゃそうだけどよ、そんくらいなら何もおさちを危ねえ目に遭わせなくたって。さっちゃん、今安心だ。今千右衛門がベタボールだよ。え？だから百両も出したんだよ。わさ、百両どうしようか。飲んじゃおう。今度博打の元手に使うのよ。半方ないか、半方。はっ、はい、ご注意できた。長藩、駒が揃いました。勝負。三品の蝶。三品の蝶というのは。あんた気がついた？よかった。新顔ね、あんた。みんな客が来たもんだから、それで私がずっとついててくれたの。ありがとう。どうしてこんなところへ来たの？どうしてって他にしょうがないじゃないの。私のようになったらおしまいよ。ずっと働き詰めだったんだもの。ここの親方、ろくに食べるものも食べさせてくれないしね。およ、どうした？今おかみから聞いて。この人ずっと面倒見てくれたんですって。かたじけない。およさん、こんないい人が終わりなんだからね、元気出して。看病は俺がする。ありがとう。私この部屋しかいるところがないんです。すぐこんなところに入り込んじゃ困るじゃねえか。しばらくおようの様子を。はめごとんじゃねえよ。おようのは持病の発作、ほっときゃ治る。仕事はあんなところに行ったら死んでしまうわ。桜井様のとこに逃げるのよ。ねえ、早く。どこへ行く？この人をお医者様に。ならねえ。どうせその女買い殺しだ。およ、てめえ逃げる気だな。このまま。それ。まぶずらするんじゃないよ。この野郎、何だってめえ。俺が百両出して手に入れた女だ。文句はある。私もうダメ。あの人が来たら行ってちょうだい。もうよして。何をよすの？そう言えばわかるわ。お礼も言ってね。あの人、私の病気を治そうとして泥沼に。桜井様、遅かったんですよ。おようさんは亡くなりました。亡くなるとすぐに鍵屋が早起きで投げ込み寺へ。待ってください。お葉さんの遺言です。長い間ありがとうって、それからもうよしてほしいって。聞いてあげてください、桜井様。俺は何のために、初めて惚れた女の病を治すためにだけ生きてきた。他に何の目的もない俺が、こんなものはもういらんのか。桜井様、行こう。奉行所へ何もかもぶちまけてくる。お父さんに伝えてよ。桜井さんが何もかも話しに行くって。おい、6つまでにはな、ここ出て金付きの元締めのところを言うんだ。ここにいてたくさんの男と枕交わせよりは楽でいい。分かったな。出てまいりました。ん、来たか。鍵はちっと遠慮せえ。いい。お幸、今日からお前の家はここだ。金付け屋さんでしょ。やっぱりね、金が付き終わるとすぐ帰ってきなさる。そして一時経つとすぐ出ている。それはどこですよ。国庁よ。ああ、じゃあさっきの金は兄さんだ。いい響きだね。なんと言えねえぜ。君の悪いやり方だ。俺はもう金が大好きなんだよ。金に恨みも数々ござるって。肥料も増してくんねえか。いいけどよ、そろそろ金つく地獄じゃねえのか。あ、そうだ、頼むよな、一度だけでいいからね、俺につかしてくれよ。ダメだダメだ、頼むよ、一度でいいんだからよ。お前も好きだな。けど捨て金3つ忘れんなよ。分かってない。やっとおいでなった。目がだるくなっちまったじゃねえかい。誰だお前は。てめえに消えてもらいてえ男だ。もう一人いるぜ。だから集めた金をもとにみんなを苦しめてんのは許さねえ。消えたもらうぜ。金は鳴ってましたぜ。つまり元締めなんぞいなくても金は鳴るってわけで。何言ってやる、急げ。小田さん、小田さん、小田さん、報告。風邪治ったよ。買ってけい。ご苦労さん。次回「金同心の殺し節」は生娘を表にした犯人3人のドラム志向北町奉行所吟味与力が無罪同様の裁き、その父親もなぜか罪をかぶせられて処刑された。しかも吟味与力がお幸に目をつけた謎の行動、悪徳権力に南町同心の意気地を見せる。次回「欲に絡んで殺し節」にご期待ください。